Salut à tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, épisode 245. Sur ce, bon visionnage!今回は大物が釣れたようだ。これでどうだ。 世界も私に答えているの。 風と共に去れ。 おとなしく仕上がる。もうええよ、急ごう。 これ違反だ。
前は永遠を手にする。おとなしく仕上がる。こいつはどうだ。これ。興味深い。お前って本当にせっかちだな。皆さんお帰りなさい。どうでしたか？万国商会に在庫はありました？はい、手に入れました。これを。よかったです。絹以外の材料は店にあったはずだから。材料の確認をしてきます。すぐ終わりますので皆さんはここで少々お待ちを。絶対あるよな。もうこれ以上足りないものがなければいいのですが。そういえば旅人さん、実はかねてよりあなたにも新しいお着物を用意したいと思っていたのです。しかしあなたが稲妻の服装になれることができるかどうか。え、そうですか。そうでしたか。やはり優秀な旅人さんは自分なりの規則と服へのこだわりをお持ちなのですね。外にいる以上仕方がないこともあるんだ。でもオイラは稲妻の着物を試してみたいぞ。なんだよ、作ろうと思えば作れるだろう。あなた方の掛け合いは本当におかわいいですね。
私はただパイモンさんが欲しいというのなら他の方に頼んで服を作れると言いたかっただけです。そうですか、わかりました。旅人さんの言う通りにしましょう。そういえば他の国の方は普段どのような服を着ているのでしょう。そうそう、いろんなやつがいるぞ。フードをかぶってたり、顔の半分をお面で隠してたり、クジャクのような格好をしてたり、お腹をちょっと出してたり、ピチピチな服を着てたり、みんな自由なんだ。ダメなことなんてない。ないとすれば、それは想像力の方だな。そうなのですか？決まりもなく、すべてお好みで？それは、いいですね。なぜだかわかりませんが、少し憧れが。お前も、そんな変な服が着たいのか？いえ、そんな。私はただ、思いのままに振る舞える方々を尊敬しているだけです。七国を渡り歩き、人々の生活を見てみたいですね。お待たせしました。確認が終わりました。お疲れ様です。何か足りないものはございましたか？いえ、材料はすべて揃いました。大きさは裁断図の通りになさいますか？はい、わかりました。すぐに手配します。価格はこれで。はい、ではこちらを。もし可能でしたらなるべくお早めにお願いできますでしょうか？近頃はちょうど他に急ぎの注文がなかったので、今すぐ制作に取り掛かれます。ただ衣服の制作には時間がかかりますので、しばらく経ってからここへ受け取りに来てください。それまでどこかでご休憩なされてはどうでしょう。オイラもちょうどそう思ってたところだ。他のところに行ってみようぜ。はい、それでしたら良い考えがございます。この後は旅人さんとパイモンさんを連れてお食事に行きたいのですが、いかがでしょう？おー、ご飯だー。場所はきちんと厳選してあります。君の御料亭です。高級すぎてかしこまってしまう料亭より親しみやすい君並料亭の方が本日の旅程に合うと考えました。では早速向かいましょう。おお、今からもう待ちきれないぜ。この店か？通りに面した開放的な店だな。確かに親しみやすそうだぜ。
月南さん、こんにちは。あ、神里様、時間ぴったりですね。予約してた時間通りです。はい、注文内容は以前予約した通りに、それと事前に言っておいたこともお願いします。はい、わかりました。もうすべて準備してあります。旅人とそこの小さいお客さんはこちらへどうぞ。私は料理の準備をしてくるから。旅人さん、パイモンさん、どうぞおかけください。私は少々席を外します。すぐに戻りますので。いえ、そういうことではございません。いくつか些細なことを処理し終えたらすぐに戻ります。どいっちゃったな。なんか急いでたみたいだけど。お二人は神里様のお友達なんだよね。私のお店の料理は庶民的なものばっかりで、高級とは言い難いけど、味には自信があるよ。気に入ってくれると嬉しいな。お店ももう長いことやってるから、神里家の方とも交流が深いの。神里家の兄弟は二人とも私の店の味が好きで、昔はよく人に頼んでうちの料理をお持ち帰りしてたんだ。でもまさか神里様が自分で店に来るなんてね。それにお友達も連れて。あの方がお友達をご飯に誘うところなんて初めて見たよ。初めてなのか。オイラたち誇っていいよな。そうなの。こう言ったらあれだからあなたたちだけに言うけど、私の知る限り神里様ってお友達があまりいないみたい。どうしてだ。人もいいし礼儀正しいし、みんなから好かれてるはずだろ。私もそう思ってたんだけど、対人関係ってそうもいかないみたい。神里様は容姿端麗で高貴な身分、それに優雅な振る舞いからまるで高嶺の花だって近所の人たちはみんなそう言ってるの。完璧すぎるのは逆に距離感を生むのかもね。普通の家の子はあの方に話しかける勇気すらないもの。あんなにいい子なのに友達ができないなんて。そうだったのか。交流は少なくとも私はもう長いこと神里様のことを知ってるからね。あの方が若くしていろいろな責任を背負ってることは本当に尊敬するよ。だから今日は神里様がお友達を連れてきたのを見て私もすっごく嬉しいんだ。たくさん食べてね。よかったらあの方ともっとお話をしてあげて。私たちここ一帯に住む人たちからのお願いだと思ってさ、頼んだよ。はっ？あ、彩香の声？すみません、旅人さん。その…私と一緒にこちらへ来てくれませんか？頼みたいことがございます。すみません、急に呼び出してしまって。実はその私が先ほど作った料理が失敗してしまい。
あの音は鍋が吹っ飛んだ音だったのか。見ての通り、この家は料亭の隣にある店主の私邸です。この庭も私有地で、ある特別な料理を作るため、道具と食材の用意を店主に手伝ってもらったのですが。そうだぞ、料理が食べたいなら店で注文すればいいじゃないか。私が作りたかったのは、椿さんへの手土産でございます。お母様の手記には、椿さんは異国料理がお好きだと書かれていました。今回椿さんに会うため、異国料理を作ってお渡しした方がいいと思い。異国料理、稲妻料理じゃなければいいんだよな。それだったら選べるものがたくさんあるんじゃないか。おい、変なこと言うなよ。料理を作っていただけませんでしょうか。どうかお力添えを。もちろんお礼はきちんといたします。どのような異国料理なら贈り物に最適でしょうか。オイラ知ってるぞ、この類の料理ならあれしかないよな。ピザだ。ピザ？の表面にのせて焼いた食べ物だぞ。すっごくおいしいだ。それはとてもおいしそうですね。ピザは焼けましたか？旅人さん、やはり料理がお上手なのですね。私も様々な料理を作れる腕の優れた料理人になりたいです。レシピがあればできるぞ。機会があれば今度もっとレシピを持ってきてやるぜ。はい、一緒に料理の心得を共有できることを楽しみにしていますね。二人ともうまくできた？あ、これは神里様。欲しかった料理ってこれのことですか？はい、旅人さんに手伝ってもらって作った異国料理でございます。お持ち帰り用に包んでいただけますか？もちろんです。香ばしい匂い、本当に美味しそうな料理ですね。あ、私もこの料理をお店に出してみたいな。ふふ、作り方を教えてやろうか？え、いいのですか？食べ物はみんなで食べるともっとおいしくなるんだ。モンドのみんなならこの料理を稲妻の人たちに伝えても気にしないと思うぞ。
本当に？やった！前から異国料理を学びたいと思ってたんだ。作り方を書き写してくれればお店で販売して一番目立つ位置に広告を載せるよ。鎖国してからというもの、みんなもう長いこと新しい料理を食べてないの。旅人、本当にありがとう。私は神里様の料理を包んできますね。やることが終わったらみんなもこっちに来て。料理もできてるから。高値で売れるものなのに、それを惜しみなく共有するなんて素敵です。私は本気でそう思っているのです。とても尊敬しています。あなたのような高潔な方と友人になれたこと、誇りに思います。それでこのレシピは書き写せばいいのでしょうか？ああ、オイラたちの好きな具材でピザを作りながら、その内容をレシピに書いて店主に渡そう。じゃあピザを作るぞ。一つ目の材料の組み合わせを選ぼう。そう、それだ。じゃあ二つ目の組み合わせを選ぶぞ。ゆい、お前どんどんシャンリーに似てきたな。すみません、シャンリンとは。すごく腕のいい料理人の友達だ。ちょっと変な趣味してるけど、オイラはそいつのこと好きだぞ。あとは調理方法も書かないとな。トレイに乗せて適度な火加減で焼き上げる。できた。この自信作、きっとオイラたちの異名とともに稲妻に受け継がれていくぞ。はい、こんなに美味しそうな料理ですから、きっと間違いないでしょう。じゃあ早くこのレシピを店主に渡そう。ました。ありがとうございます。うわー、楽しみだな。早く新しい料理が作りたい。旅人さん、パイモンさん、お食事の時間を邪魔してしまい申し訳ございませんでした。働いた後の方が食事も美味しいから大丈夫だぞ。熱いうちに食べましょう。どうでしょうか、稲妻の料理はお口に合いますか？おいしい。これも美味しいし、あっちにあるのもすっごく美味しい。安心しました。ところで、先ほど私があちらで料理を作ろうとしていた時、店主さんと何か話をされていませんでした？その私のことについて話していたのでしょうか？ちょっとだけ話したな。でもお前のことで嬉しかったから話しただけで、別に変なことは言ってなかったぞ。私のことで
嬉しかった？やはり言ったのですね。彼女はあれも言ったのでしょうか？もういいです。私に友達が少ないのは自分でも分かっていますので。別におかしなことじゃないぞ。他の人がお前と話す機会がなかなかないだけだ。慰めてくれてありがとうございます、パイモンさん。それは全て事実です。私はあまり友達と呼べる方がおりません。普段から近くにいるのは家族や配下の者のみですので、皆さん私があなた方を誘ったことに驚いているのでしょう。そうだぞ、お前に友達はいる。オイラたちだ。ありがとうございます。私とても嬉しく思います。すみません、お恥ずかしい姿を見せてしまいました。何か抱えてるなら我慢しないで発散しろよな。はい、それと私もあなた方を大切なお友達だと思っております。とてもいいだぞ。オイラたちよくしてくれた人にはこっちもよくするって決めてるんだ。お前もお母さんの手記からその椿っていう人に会いたいって思っただろ。友情っていうのはいろんな人に影響をもたらすことができる。だからすっごく重要なものなんだ。はい、友情は私にとってとても貴重なものです。あなた方との縁大切にします。でもそういえばその椿って人一体何者なんだろうな。そのことについて簡単にではございますが、ある憶測があります。私が思うに椿さんは狐紳士かもしれません。狐紳士？はい、私はそう思っております。私ですらお母様からそのような友人のことは聞かされていませんでした。その神秘的な存在、きっと普段では見ることがかなわない奇人なのでしょう。稲妻には古くから狐紳士に関する逸話がございます。もうすでに八重宮司にはお会いしていますよね。彼女も狐紳士ですよ。この方面から推測するに、稲妻の地にはまだ知らない狐紳士が他にも存在する可能性がございます。そしてそれって稲妻にも仙人がいるってことか？稲妻にもとは一体？稲妻に来る前はリーユエに行ってたんだ。リーユエには仙人がたくさんいたぞ。空を飛んだり地下を駆けたり水中を泳いだり土に埋まったり、いろんなやつがいたな。私も本でそのような話を読んだことがございますが、実際に聞いてみるとやはり驚きを隠せません。さすがリーユエ、古くからの文化が美しき伝説を生み出しているのですね。憧憬の念を抱かざるを得ません。機会があったら一緒にリーユエに行ってみようぜ。あそこにはうまいもんがいっぱいあるんだ。すごいんだぞ。本
本当ですか？楽しみです。しかしその前に、旅人さん、パイモンさん、今回の食事は満足できましたか？もちろん。それでは着物を受け取って稲妻の神秘的な鬼神に会いに行きましょう。全身全霊を尽くす忍耐と水滴が石をうがつ意志ですね。Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!